地獄の目視録は1979年公開のアメリカ映画フランシス・フォード・コッポラによる戦争映画ジョゼフ・コンラッドの小説闇の奥を原作に物語の舞台をベトナム戦争に移して本案した女子史的映画1979年度のカンヌ国際映画祭で最高賞であるパルムドールを獲得アカデミー賞では 作品賞を含む8部門でノミネートされ、そのうち撮影賞と音響賞を受賞した。それ以外にもゴールデングローブ賞の監督賞とジョエンダニーー賞、全米映画批評家協会賞のジョエンダニーー賞、英国アカデミー賞の監督賞とジョエンダニーー賞などを受賞している。2019年4月28日、公開40周年を記念して、 トライベッカ映画祭において地獄の目視録ファイナルカットが上演された。このバージョンは同年8月15日にアメリカの劇場で一般公開され、8月27日にはホームメディアが発売された。日本では1980年2月16日から東京の有楽座で特別先行公開され、3月15日から全国公開される。2001年に コッポラ自身の再編集による特別完全版が公開された。2020年2月28日にファイナルカットが公開された。1969年ベトナム戦争後期。アメリカ陸軍空挺将校のウィラード大尉はある指令から再びベトナムに戻ってきた。彼は幕部サグの一員として CIA による 幼人暗殺の秘密作戦に従事してきた経験が豊富だった。その実績を買われ、アメリカ軍上総部から元グリーンベレー隊長のカーツ大佐の暗殺指令を受ける。カーツはもともとは優秀な軍人であったが、上記を一視軍の命令を無視し、カンボジアのジャングルの中に独立王国を築いていたとのことだった。ウィラードは海軍の河川昇海艇に乗り込み、 乗組員に目的地を知らせぬまま大河を速行する。そして一行は戦争の狂気を目の当たりにする。サーフィンをするためにベトコンの全哨基地を襲撃する第一騎兵士団の指揮官。ジャングルに突如として出現したプレイメイトのステージ。指揮官抜きで戦い続ける最前線の兵士。気がおかしくなるようなベトナムの惨状の中、真逆に溺れ。 世紀を失ってゆく小海帝の乗組員たち。やがて、カーツの王国に近づくにつれて、ウィラード自身も少しずつ心の平行を保てなくなってゆく。なんとか王国にたどり着いたウィラードは、カーツと開校し、その思想や言動に動揺する。作品序盤における、ウィラードの独白から、本作品は、 ウィラードの任務での大剣とカーツにまつわる物語を紡いだ構成となっている。映画の原案は1902年に出版されたジョゼフ・コンラッドの小説闇の奥である。当初は1970年代初頭に同じ南カリフォルニア大学の映画学科に在籍していたジョージ・ルーカスとジョン・ミリアスが共同で進めていた企画であった。しかし当時は ベトナム戦争が行われていた最中であり、その企画は通らなかった。後に、ルーカスが、スター・ウォーズを制作するにあたり、作品の権利を、フランシス・フォード・コッポラに譲り渡したのが始まりである。コッポラは映画館にあたり、闇の奥以外にも様々な作品をモチーフにした。映画中で、T.S. エリオットの、荒れ地や、うつろな人間たちの一節が引用されたり、 ジェームズ・フレイザーの禁止編から大殺しや犠牲牛の釘のシーンが採用されるなど、目視録的、神話的イメージが描かれている。このほか監督の妻、エレノアの回想録によると、コッポラは撮影の合間、しばしば、三島幸夫の、北上の海を手に取り、本作品の構想を膨らませたという。コッポラは、映画の制作初期段階から、音楽を、 シンセサイザーの第一人者である、富田勲に要請していた。しかし、契約の関係で実現には至らず、結局監督の父親であるカーマイン・コッポラが音楽を担当した。このあたりの事情は、地獄の目視録特別、完全版、サウンドトラック版のライナーのオーツで、コッポラ自身が詳細に語っている。キルゴア・中佐の衣装をイラード・タイは、 当初、ハーベー・カイテルが演じる予定だったが、撮影開始2週間で、契約のトラブルが原因で交板した。これ以降、カイテルは、ハリウッドを干され、インディペンデント映画中心に活躍することになる。その後、ハリソン・フォードの起用も検討されたが、スター・ウォーズの撮影との関係により、最終的に、マーティン・シーンに落ち着いた。なお、フォードは、撮影の見学に来た時に、 早くとして出演しており、その時の役名は、ルーカス大佐となっている。報道班ディレクターとして、フランシス・フォード・コッポラが、報道班カメラマンとして、ビットリオ・ストラーロが仮名を出演している。また、第一騎兵士団が、ベトコンの拠点を襲う場面では、ヘリコプターの操縦手を、ベトナム戦争で、従軍経験があるアール・リー・アー・メイが演じている。 プレイメイトオブザイヤー役は、実際の1974年プレイメイトオブザイヤーであるシンシアウッド、ミス8月役は、実際の1976年8月、プレイメイトであるリンダビーティである。また、ミス5月役のコリーンキャンプは、映画風切り後に1979年10月のプレイボーイ誌で写真を発表した。彼女らプレイメイトによる、 イモン公演の司会者は、1960年代から、ロック音楽のプロモーターとして活躍していた、ビル・グレアムが演じている。ビットリオ・ストラーロロケは、当時アメリカ合衆国とベトナム社会主義共和国との国交がなかっため、フィリピン共和国の熱帯雨林で行われた。また、 アメリカ合衆国軍の協力が得られなかったため、映画に登場する F-5 戦闘機や UH-1、ヘリコプターはすべてフィリピン軍の協力によった。しかし、当時のフィリピンは、フィリピン共産党ゲリラ、新人民軍との内戦や南部イスラム教住民、モロ民族解放戦線の反乱に直面していたため、実戦出動によって、 ヘリコプターシーン撮影のスケジュールが乱れることもしばしばであった。途中、フィリピンを襲った台風により、セットが全て崩壊したことも撮影スケジュールの遅延に影響した。この時の台風の模様は撮影され、ストーリー上急遽役割が与えられた。フランス人入植者たちのエピソードのように、莫大な費用と期間をかけて細部まで関わり抜いた。 撮影が行われたものの劇場公開インからは最終的に削除されてしまったシーンも数多く発生した。以上のような要因で映画の撮影期間は予定を超えてどんどん伸びていった。コッポラはキャスティング面でも多くの困難に対処する必要に迫られた。当初ウィラード・タイを演じる予定であったハーベー・カイテルは 撮影開始2週間で降板し、新たに起用されたマーティン・シーンも、撮影途中の1977年3月5日に、心臓麻痺で倒れ、一時生死の境をさまようほどの状態になってしまった。報道写真火薬のデニス・ホッパーは、麻薬中毒でセリフが覚えられず、ことあるごとにコッポラと衝突した。出演者のサムボトムズによると、撮影中、 麻薬中毒兵士の役作りのため、実際にマリファナや LSD を使っていたという。すると、次第にスタッフも使い始め、橋での撮影は夜間撮影だったので、興奮剤のスピードを使っていたという。それ以外にも、主演のマーロンブランドが撮影当時極度に肥満していたため、物語の設定を一部変更する必要が生じたこともあった。また、 ブランドは、キャスティングや脚本に対して、自己中心的な主張をすることも多く、ついには監督であるコッポラが心労で倒れる、事態にまで陥ってしまう。トラブルは、以降も続いたため、ストーリーも大きく変更され、後に、脚本担当のジョン・ミリアスが、不快感を表明するに至る。マーティンは、拳で兄弟を叩き割るシーンで、切り傷を負って流血した。これは、 台本にない完全な事故であったが、本人がそのまま撮影を続行するようにスタッフを促し、本編において、ドアーズのジエンドが BGM として流れる場面に使用された。制作発表時、ベトナム戦争やアメリカ及びアメリカ軍を批判的に扱った最初の映画として物議を醸したが、スケジュールの遅延やキャスティング面でのトラブル、 トッポラの完璧主義によって、撮影と編集が異常に長引いてしまった。撮影は17週間の予定が61週間にも、伸び、編集にも2年余りの時間がかけられた。同様に、ベトナム戦争を題材にし、この映画の後から制作が始まった、ディアハンターの方が先に公開されたほどである。撮影終了後の1978年1月。 制作会社のゾエトロープ社は、作家のマイケル・ハーに電話し、ハーのディスパッチ図に基づいたナレーションを書いてもらうよう依頼した。ハーは、辞書に書かれた言葉など、全く使い物にならないと答え、それからコッポラと共に1年かけて、最終稿を完成させた。映画の完成が遅れるに伴って、映画の制作費も当初の予定を大幅に上回る、結果となった。 最初の予算は1200万ドルだったが、実際にかかったのは3100万ドルだった。そのうち1600万ドルは、ユナイテッドアーティスト社が全米配給権と引き換えに出資したが、残りはこの映画を自分の思いのままに作りたかったコッポラが自分で出した。資金の一部は、日本の配給元でもある、日本ヘラルドから支援されたとも言われる。コッポラの妻、 エレノア・コッポラは、後に撮影式、ノーツ・コッポラの目視録を出版した。また、彼女が撮影の舞台裏を撮影したビデオや、録音テープにスタッフ、キャストへのインタビューを加えたドキュメンタリー映画、ハート・オブ・ダークネス・コッポラの目視録が1991年11月に公開された。当時の制作現場が、いかに、戦場のようであったかが伺える記録映画となっている。 北米で一般公開されたのは同年の8月15日である。映画制作中には様々な困難があったにもかかわらず、公開後全世界で大ヒットを記録し、巨額の制作費を無事回収することができた。1979年のカンヌ国際映画祭で未完成のまま出品され、ブリキの太鼓ともに映画祭の最高賞に相当するパルムドールを、 獲得した。受賞式の会場では審査委員会の判断を批判するブーイングもあったという。批評家たちからは映画の内容をめぐって様々な評価が下された。2001年には53分の未公開シーンが追加された地獄の目白特別完全版が公開された。この特別完全版では台風により不時着したヘリコプターと それに乗っていたプレイメイトたちの幕開劇、フランス人入植者たちとの交流のエピソードなども復元された。解説的なナレーションが増えたわけではないが、全体的にアメリカ合衆国の偽善や欺瞞を告発するような場面が増え、初公開版とは大きく印象が異なるものとなった。例えば、フランス人入植者たちとの会食の席で、ウィラードが、 ベトコンを作り出したのはアメリカ人とその由来を知らされ愕然とするシーンなどである。特別完全版のプレミアは初公開児童用カンヌ国際映画祭で行われた。特別完全版の公開に時を同じくしてアメリカ合衆国はタリバーン勢力の殲滅を名目にアフガニスタン侵攻を開始。 カーリバーンの母体となったムジャーヒリーンを冷戦中にアメリカ合衆国が支援していたといった事情を考慮し日本の配給会社によってコッポラは地獄の目視録でアメリカ同時多発テロ事件を予見していたという根拠のない内容の宣伝もされた。なお、特別完全版の日本版予告編でのキャッチコピーはこれはコッポラが生んだ生き物だ。本物にして最後の映画。 アメリカ映画史上最高の傑作、戦争、アメリカ、である。地獄の目視録は、公開直後から映画に対する賛否両論が、噴出した。映画評論家たちの間では、ストーリーもあるようでないようなものである。戦争の狂気をうまく演出できている。前半は満点だが、後半は0点など、意見が分かれがちな映画である。作品としての質は別にして、 批評家たちは、泥沼のベトナム戦争が、アメリカ人に与えた心の闇を、衝撃的な映像として残した改作であると、結論付けた。また、立花隆は、ギリシャ神話を隠喩的に織り込んでいると述べた。公開当時、70ミリ版で3回、35ミリ版で1回、見たという村上春樹は、評論、同時代としてのアメリカの中で次のように述べている。 地獄の目視録という映画は、いわば巨大なプライベートフィルムであるというのが僕の評価である。大掛かりで恐ろしく込み入った映画ではあるが、よく眺めてみればそのオレンジは、極めて狭く、ソリッドである。極限するなら、この70ミリ超大作映画は、学生が何人か集まって、シナリオを練り、素人の役者を使って、低予算で作り上げた16ミリ映画と、 根本的には何一つ変わりないように思えるのだ。映画の冒頭は、ドアーズのジエンド BGM に、ベトナム戦争を象徴する兵器であるナパーム弾が、すべてを焼き払うかのような映像シーンである。そして、ウィラードが、カーツ殺しに至るシーンで流れているのも、やはり、ジエンドである。この他にも、キルゴア中佐率いる部隊が、 ワーグナーのワルキューレの気候をオープンリールで鳴らしながら、旧機の武装した UH-1 ヘイリーが南ベトナム解放民族戦線の拠点であるベトナムの村落を攻撃していくシーンなど、様々な意味で話題となったシーンは多い。また、既存の文学作品や映画作品からモチーフを借りた場面も多く、これらのシーンについて、 多様な解釈が公開当時から行われていた。映画中では、アメリカ側におけるベトナム戦争のいい加減さを強調し、歴代アメリカ合衆国大統領により拡大した、ベトナム戦争に対するアメリカ、合衆国連邦政府への批判が見られる。例えば、サーフィンをするために、ベトナムの村落を焼き払う、ヘリー部隊の指揮官。 指揮官不在で戦闘をする部隊といった描写である。上記のように、本作品は、ベトナム戦争の暴力や狂気を強調し、アメリカ合衆国のベトナム戦争への加担を案に、批判したという点で評価される面がある。その反面、戦争の暴力や狂気をテーマとしながら、それらを視覚的に美しく描くことに、成功しているという評価もなされている。公開と王子は、 否定的な意見も多かったが、現在では、アメリカ映画史上重要な地位を占める作品であると、概ね肯定的に評価されている。1998年に、アメリカンフィルムインスティチュートが選んだ、アメリカ映画ベスト100中、第28位。2007年に更新された、アメリカ映画ベスト100中第30位にランクインした。2000年には、アメリカ国立フィルム登録簿に登録された。 IMDb による人気投票でも上位にランクインされている。また、キルゴア中佐のセリフである朝のナパーム弾の匂いは格別だわ。AFI によるアメリカ映画の名セリフベスト100中第12位に選ばれている。ありがとうございます。